今日、白山市内を流れる大日川で行われていたのは、地元の小学生らによる稚アユの放流です。手取川漁協などが毎年実施しているもので、今日は市内3つの小学校の児童が参加しました。子どもたちはバケツいっぱいに入ったアユ合わせておよそ1万7000匹を川の中に流していきました。ぬるぬるしてかわいい。くねくね泳いで。子どもの笑顔を見ながら、で子どもの喜ぶ姿っていうのがやっぱり一番、いいのかなと思ってます。自然に親しんでもらうでということはやっぱりもう我々 の、 世代の次にこうつないでいくための、責務かなというふうに思っております。アユ釣りの解禁は来月16日で、手取川漁協では解禁日までにおよそ10万匹のアユを放流予定だということです。